先立ってですね、牛柄組の手ぬぐいをさかなクレプレ猫さんからいただきました。まあ、私もですね、このいちちゃんをですね応援しようということで、ちょっと今日あるものを作りました。じゃじゃーん、これですね、紙粘土でですね、とりあえず大元になるところを作りました。まあ、ほぼこれで大体形はできてるんですけども、まあ、これに着色してですね、あとパーツですね、これ尻尾ですね、それからいちちゃんよく舌を出してるんで、ね、これが舌ですね。それから魚くれくれなんで、ちょっと魚もあしらってみようかなというふうに思ってます。これは台座ですね。とりあえず形ができて、これが乾くまでですね、明日ぐらいになるんでしょうかね。明日乾いたらですね、これに着色をして、それで完成ということになると思うんですけれども、なかなかあれが足りなかったりこれが足りなかったりですね、100均に随分何度も行きました。ちなみにこの紙粘土の猫ちゃんですね、参考にさせていただいたのがこの「猫コネ」という本です。前これで「茶太郎」とか「猫母さん」作ったやつなんですけども、これをですね参考にして作りました。これ「茶太郎」とか作ったやつです。今ですね色を今日は塗りました。あとパーツですね、こっちの方もいろいろと、こっちにもあるんですけども、色をとりあえず全部塗り終わりましたんで、あとは組み立てですね。今牛柄組のですね手ぬぐいを写真に撮ったやつをですね印刷しました。印刷して何にしたかっていうとですね、こうのぼりのようなものを作ってます。これは釣り竿ですね。魚が取れた釣り竿を作りました。これは何だか分かりますか？これはですね、いちちゃんのベロです。舌です。いつも舌を出してるので、舌も作りました。今ですね、作ったのは、いちちゃんの手の先ですね。前足の手の先を。接着剤をつけてます。これはですね尻尾ですね。尻尾なんですけども、作って塗装した後にですねちょっと落としてしまってですね、先端が割れてしまいました。ちょっとこれはもう直せないんで、とりあえずマジックで塗っちゃおうかな。とりあえずマジックで先端を塗りました。これで尻尾を取り付けてですねいけばほぼ完成ですね。完成しました。牛柄組のいちちゃんですね。こんな感じに中国できましたけど、あ、大事なものを付け忘れてました。ヒゲがまだついてないですね。ヒゲつけなくて、ヒゲの穴はちゃんと開けてあった。忘れてました。いちちゃんにヒゲをつけてきました。これで完成です。牛柄組のぼりを立てて、釣り竿には魚が1匹。これを作るのに2日かかりましたね。丸2日。お正月なんですけども、何もすることないし、誰も来ないし、ちょうどいいですね。これを作る完成。して落っこさないでよ。重くね。落っこしてお前。重くね。許さねえからな、俺の2日丸2日の前。重くね。落っこして首ボコって取れた。あそこにいるんで。あ、ちょっとさ、これで撮ってくれる。夕方のゴミのあれの前で。これで俺が落としたりしてた。もう笑う。暗い。下から。これが1。これが旗ね。